中日が広島に完封勝ち。1対0のロースコアゲームをものにした。3回に先頭のカリステが豪快にレフトスタンドへ叩き込み先制に成功。この日は高橋宏斗の好投をアシストしたオルランド・カリステの存在が光った。21日放送のプロ野球ニュースで MC を務めた谷繁元信は先制ホームランを打ったカリステの存在感っていうのがものすごく大事になってきたと思うんですよ。6月も結構打ってるし、このポジションもスタメンで1塁が11試合で、サードで15試合、レフトで8試合、センターで4試合ですと抜群の有機力性に注目。ええの取ったわ。しかも年俸格安。とりあえず勝ったら打順変えないで。4番でもええやん。解説の誰かさんはたまたま打ってるなんて酷評してたけど、今年カリステに何回救われたかわからない。カリステがスタメンレギュラーじゃない理由がわからない。1年前なんて誰もカリステがセンタースタメン張るとは想像もつかなかっただろうな。1番安定して打ててる。スタメン継続させるべき。1年で日本野球に対応してきた。アルモンテと一緒にリリースかとも思ったが、日本人よりやっぱりハングリーだな。使い勝手が良くて意外性もありそこそこ打つ。しかも格安。このまま成績残したらワンチャン引き抜かれるかもな。この調子でいけば2桁本塁打は期待できそう。20本いったらかなり戦力として大きい。打順や守備位置をコロコロ変えずにある程度決めてあげた方がもっと活躍しそう。今年はカリステがいなかったらすでに最下位独走コースだった。もうすぐホームランも細川に追いつきそうやな。どこでも守れるからってたらい回しにせず、どこかポジションを決めて落ち着いて力を発揮してほしい。カリステはもちろん重要なんだけど、分断される打順をなんとかしてほしい。カリステはホームランバッターに化けるかもわからないぞ。オールスター以降どっしり4番に座るんちゃうか。本当にカリステがいなかったら中日はどうなってたかと思うくらい助かっている。打撃でこれくらい成績が良ければ、スタメン起用は間違いないやろうな。